どうもこんにちは。どうじゃ。サムネとタイトル解散って書いてあるやつ、大体解散しない。そう、あれめんどくさい。一回一回見てからいつも。それどうしてのりっくんと。やる気元気ジンジン。どうもでーす。こんにちは。なんか絵がねだいぶ変わりましたけどね。今度はこれでどんどんやっていこうかなって。新体制やからね。嬉しいですね、こうやって変わると。やっぱアイドルゴミだったんで。あ、そうです。何全然つかない。やっとうちにも花ができましたね。花と肉がね。本当すごいな。ああ、ちっちゃいちっちゃい。体の大きさほんまにそれでいいし。ああ、でも本当に。でもな、僕が悪いんじゃない。これ普通にりくんさんがめちゃくちゃ細いんで。りくんさん？どっち？くんとさん。喉乾いたら飲ましていただいて。ああ、すいません。緊張してんな、二人。緊張しすぎて。ちょっと、ちょいちょいちょい。せいせいせい。ちょっと、なに。無理やり入ってるんだって。誰か。ジンジン。いや、やめてガシン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 。いや、やめてやってない。いや、だからもう、お前ら何もできないじゃん。え、めっちゃ頑張ってるじゃん。何やってんの。ツッコミ、ツッコミ。ツッコミはもう、こっち最強です。田中ちゃんいるし。元気、元気。元気です。元気すぎるでしょ、これ。元気すぎるでしょ、これ。全員踊りすぎた元気。いや、だから、もういいの、これで。お前らはお前らのチャンネルを作れ。そうです。なんで無理やん。モブチャンネルな。モブチャンネル。え？モブチャンネル略して、モブチャ平仮名な。飲みに行くっちゃう。誰なんすか。じゃあもうやります。じゃあ挨拶。はい、おもちゃ。はい、おもちゃ。 YouTube のドッキリ企画大体やらせ。いや、それは本当の時もある。今回はガチだって。どうも、おしろりくんと。うーん、じゃあ、やる気元気だけ。ガシガシガシ。とせーの、トロフィーズです。おー、嬉しい。ありがとうございます。知ってます？パパ見たことある。パパラとピーズです。違います。精力剤飲んでフルボッキした。そうだ。題材に、あ、女をいいように使ってるみたいな。女をいいように背伸びかけてるのが悪いな。っていうか、女の人とパロスさん初めてだよね。確かに。俺らそれだけはちょっとやめてたんですよ。一応ホストなんで。確かに。でも10万人超えてる YouTuber だったらもう何もいいんじゃないか。絶対さ、めっちゃあるよ。基準やばい。めっちゃ言われるじゃないですか、その私。ちなみにあのパパラピースさんたちのリスナーさんたちは田中ちゃんのこと何て呼んでるんですか。田中ちゃん。19歳0キロカロリー。19歳0キロカロリー。それはいわゆる少女ってやつですか。そうです。
っていう体なんだ。俺ちょい体じゃない体やんね、絶対ね。あのそれ言ったらみんな信じますから、ほんまに。田中じゃあジンジンがやりちやりまんなの。いや、僕、まあ、こうじゃないです。あの棒で、棒なんで、僕すぐ手なんで。あ、だからもうすぐキャラ濃いよな、少女っぽいで、少女確かに。で、チャンネル作って今どれぐらいなんですか。2月でから始めたんで。今年のめっちゃ早くない。伸びる。どえな、なんでそんなに急に。あ、精力剤です。精力剤です。そんなに。なんか初めの時点でなんかわからないですけど、1週間経ったうちに1万人。ええ。なんかまあちょっと1週間40人ぐらい。かわいい。え、ジンジンはさ、本名じゃなくて。ジンジン違います。佐藤ジンジンじゃないです。佐藤ジンジン。違う。佐藤言うてことやろ。マジ言うなよ。ジンっていう名前じゃなくて佐藤浩二のジから。え、一緒じゃん。え、浩二浩二。え、浩二のジでジャスティンですか。いや、全然違います。びっくりした。どこから浩二が。昔髪型が似てた。そうそう。でもジンジンもう一つ名前あるんですよ。え、もともとフィリピンで生まれてすぐ日本に来て名前を変えたんですよ。もともとフィリピンで名前がカンポラス・ユデラ・マルコスっていう。そっちの方が面白いやん。違う違う違う、ほんまに笑わんといて。僕ハーフなんですけど、お父さんの仕事の都合でたまたま日本に永住することが決まって。あ、そうなの。だからそのお父さんの出張がなかったらフィリピン人です。え、ごめんごめん、タンポンです。あ、違います。カンポラス。あ、タンポラス。あ、違う、タンポンからって一旦離れてもらって。なんか血を吸収するものじゃないんで。あ、びっくりした今。カンポラス佐藤浩二。疲れるでしょ。めんどくさい。突っ込むのやめようと思ったでしょ。ちゃんと分かってくれる人がいたのは嬉しいわ。え、僕逆にこっちのダルガミがめっちゃ好きなんで。そういえばもともとこのコラボがね実現した理由といっては、佐藤が違う、ジン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 カンポラスがもうもっとひどい。なんならもうデブとか、なんかデブデブとかカンポラス覚えてるから、ジンジンです。ジンジンがね、あの大輝を好きだったんですね。ちょびっとインスタのストーリーとかコメントしてくれたり、なんかライブしてくれたりしたから、あ、10万人超えてるし、ワンちゃん言ったらコラボしてくれんじゃね的な感じで言ったんです。え、じゃあ僕の人間性をじゃなくて僕たちのチャンネル登録者数だってあいつ、あいつ、あいつ動画見てない。違うよ、違うよ。で、今度知らないで原宿行くもんね。笑ってるやん、なんか絶対嘘やん。え、なんで本当で照れんのやめてるの。なんでどこが泣いてる、どこがその顔とくやん。あ、全部やっちゃう。あの、誰か前その打ち合わせしたじゃないですか。で、打ち合わせ終わって、あの帰りの道で今後もしかしたらデート行って付き合うことなの。今、気持ちを伝えておかないと。お会いして今日2回目なんだよ。今日2回目で気持ち悪いやん。顔して見て。え、かわいい。ペコちゃんやない、ペコちゃんやない。ねえ、ちょっとまだ初対面。大丈夫です。似てる。かわいい。かわいい。かわいい。めっちゃ嬉しい。すみません。ありがとうございます。ちょ、行ってもほんま調子くるやんか、ほんま。はい、ということでね、二人ね、せっかく出ていただいて、はい、せっかく出ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。次からもまた動画とか撮ってくれるんですよね。くれるんですか。ちょっと一旦シンキングタイムで、多分ね、次も多分コラボしてくれると思うんで、ぜひ見てくださいね。そしてね、あの概要欄の方にね、チャンネル貼っておくんで、皆さんチャンネル登録、あとツイッターのターンですね、はい、チャンネル登録、ツイッターの方もね、あのフォローちゃんとしてあげてください。それじゃあみんな、じゃあな、こっちのチャンネルにも動画あるよ。大本当ですね。あ、まだ、すみません。ジンジンどうだった撮影。すごい。飲みなよ、これ。おいしい。なんか、いつものオレンジジュースもめっちゃおいしい。なんでやろ。じゃあ、なんでもおいしいんじゃない今飲んだら。オレンジジュースおいしいでしょ、ジンジン。あ、ちょっと待って、どうしたの。なんで入れる量増やすのよ。え、酒好き？酒。今日ちょっとやっぱ好きな人の前では酔わない。どう？ジンジン。大丈夫？うん。
え、おいしい。え、ほんまにおいしい。猫ちゃんやないか。詰めます。ありがとうございました。